酒の方が旨味が増されますんで。オープン。新鮮なオリプル。ちょっと。どうも料理のサンディエンスです。今回はですね、旬もねちょっと過ぎちゃうかなっていう感じなんですけど。ブロリーのクタクタですね。これはですね、皆さん大体茹でて召し上がるんじゃないですか。でもですね、僕はブロッコリーの一番美味しい食べ方としてクタクタに煮る蒸すっていうのが好きなんですね。コリッとしたブロッコリーも好きなんですけども、タッとして柔らかいブロッコリーも好きなんで、今回はブロッコリーの一番美味しい食べ方としてこのブロッコリーのクタクタっていうのをやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料はブロリー1個です。あと調味料だけですね。調味料概要欄に書いてありますんで、言っちゃうと塩、酒、オリーブオイル、粉チーズ、味の素、それだけです。ブロッコリーを使うレシピということです。やっぱり野菜人になるっていうことで、とりあえず飲んでいきたいかなっていうふうに思います。はい、アルチューマシン1号ということで、私をクタクタにしていきます。いただきます。ある程度私がクタクタなところでブロッコリーをクタクタ作っていきたいと思います。はい、じゃあブロッコリー使っていきたいと思います。このブロッコリーね、この森の部分あるじゃないですか。森の部分をね、こうやって洗うといいですよ。はい、そうするとなんか、まあ、例えば虫がいた時にね出てきたりするんで、はい、こうやってボウルに水入れて洗うといいです。じゃあやっていきます。僕はブロッコリー切る時にこうやって小房ごとに切っていきます。なんでかっていうと、茎に近ければ近いほど硬くなるんですね、ブロッコリーね。なんで、こうやって切っていった方が、まあ、柔らかい部分が増えるっていう感じですね。でパツンと切ったとしても、大きいところは半分ぐらいにね、切っちゃってください。一つだとね、ちょっと蒸すのに時間がかかります。今回ね、立派なのぶといブロリーなんで、それでも太いところは半分ぐらいに切っちゃっていいのかな思います。はい、で、あとは芯の部分ね、いつもあるんですけども、これって芯はね、こうやってストンと落とすといいと思います。で、ここはね蒸してもいいんですけども、ちょっとね硬いんですよ。なんでもっと薄く千切りにしてきんぴらとかにするといいです。ここの部分は、はい、この部分はちょっと斜め切りにして一緒に蒸したら美味しいです。で、ブロッコリーって個体差がすっごい分かれるんで、これね量を測った方がいいです。一株とか言いますけど、一株って400g あったり300g しかなかったり差が出てくるんでね、今日はね 300g ありましたね。なので今回はじゃあ 300g 用で作っていこうかな。はい、芯取り除いて 300g、ね、これ作っていきます。 100g だとこれ小さじ4杯なんですけども、今回 300g あるんで、大さじ2杯入れましょう。オリーブオイルはたっぷり使います今回は。で、火つけてブロッコリーは入れていきます。で、ここに、お塩ですね。今回 300g なので、それの 1% である小さじ半分入れていきます。ちょっとね多めなんですけども、これぐらい塩味をつけた方が美味しいということです。で、ここに、旨味調味料はね、味の素です。1、2、3振りです。入れてください。これなんで味の素入れるかっていうと、ブロッコリー自体っていうのは旨味がすごく乏しいので、味の素を入れることによって非常にこの栄養価の高いブロッコリーが美味しくいただけます。そしたらお酒で、水でもいいんですけども、お酒の方が旨味が増されますんで、お酒を大さじ3杯入れてください。そしたら弱火にしてください。蓋閉めてください。こうやって蓋をしてですね、弱火で、まあ大体ね、この量だと10分、とりあえず10分で様子見ましょうか。ブロッコリーに栄養と旨味を逃がさずに蒸していきます。はい、ということで弱火で蒸されたのが、じゃあどうなってるんでしょう。オープン。これね、今ね8分ぐらい やりましたがね、まあ、まあ10分もやると結構ふにゃふにゃになっちゃうんで、ちょっとねその時は食べてみてください。クタッとしてうまみが十分に感じられたら OK です。これまあ皿に出してもいいんですが、このままでも全然美味しいので、粉チーズね少し
入れたいと思います。でここにオリーブオイル、あの熱を加えたオリーブオイルじゃなくてシーズナーオリーブオイルちょっと、はい、ブロッコリーを加えた完成になります。はい、ではできました。いただきたいと思います。いただきます。いただきます。まずはチーズを使ってこのプレーンでね、うまっ。チーズめちゃくちゃ美味しい。ブロッコリーがほろほろ、めちゃくちゃうまい。程よく味とうまみがついてて、チーズのうまみと香りも非常によく作用してます。味変かもしれないし、ブラックペッパーじゃないですかね。パラパラっとかけて、はい、ずっと待ってたんだよ。うまっ。このほろほろにしたブロッコリー、皆さんもすっごい美味しくいただけるんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあブロッコリー、あ、パラガス、シュワット、伝説のスーパーサイヤ人、栄養価的に最強なんだね。そこもかかってる感じです。そうですね。いただきます。めっちゃうまいんですけど。めっちゃうまいでしょ。正直舐めてました。これ止まんないっすね。びっくりだな。これマジでうまいっすわ。こんなに調味料少ないのにうまいでしょ、はい、あえてバターとか使わずにやるんですよね。これはね、なんか健康的だから家で一人でやって。いや、これやります。これ本当にやります。なんならでかいので作って、一人用のポットで。一人用のポットでか。一人用のポットでか。脱線しました、はい。じゃあやってみてください。マジで最高。イエイ。ということですね、この怒りのブロリー、ブロッコリーのクタクタ、いかがでしたでしょうか。これね、マジうまいです。やっていただければわかります。このやり方でやってみてください。食べたらもう本当にスーパーサイジになります。スーパーサイジじゃなかったです。伝説のスーパーサイジでした。ということでよろしくお願いします。やっぱよくわかってますね。うん、まあ俺はもうドラゴンボール大好きなんで。なんかニコ動とかでもネタになってましたもんね。まあそうだね、ほぼほぼパパパパパラガスみたいな。俺はでも原作派だけど、はい、原作にはブロリー出てこないから。まあ映画でした。映画だね、うん、クーラとかもそうだね。ああ、うん、メタルクーラとかそうでしたね。クーラ懐かしい。